皆さん、こんにちは。ジャニーズ事務所所属のアイドルグループ V6 の元メンバー坂本昌行さんと元宝塚歌劇団雪組トップスターの浅見光さん。今回は2人の馴れ初めや離婚の噂について真相に迫ってみたいと思います。坂本昌行さんが結婚した浅見光さんとはどんな人物なのでしょうか。まずは浅見光さんのプロフィールを見ていきましょう。浅見光さんは1972年1月24日生まれ、宮城県仙台市の出身です。浅見光さんは幼少期時代から踊ることが大好きで、母方の祖母の勧めで5歳からモダンダンスやクラシックバレエを習っていました。しかし NHK しか見せてくれないほど厳格だった父は、バレエなんか習って何になるとダンスをすることに反対していたそうなのですが、母がずっと通わせてくれていたとのことです。その後、反対されると分かっていた浅見光さんは父に内緒で宝塚音楽学校を受験し、試験当日にちょっと宝塚受けてくると言い放ち、有無を言わさず試験に向かったといいます。そして競争倍率が高く入学するのも難しいと言われる宝塚音楽学校に見事合格しました。このことにより最初は反対していた父も、他の芸能界なら許さないけど宝塚は清く正しく美しくだから許すと宝塚へ入団することを許可してくれたそうです。芸名も父がひらめいて決めてくれたといいます。バレエ教室への送り迎えもしてくれていたそうなので、なんだかんだ最初から応援してくれていたのでしょう。浅見光さんは1991年に宝塚歌劇団に77期生として入団し、月組公演ベルサイユのバラで初舞台となりました。1992年からは花組、空組、雪組へ移動し、2002年の風と共に去りぬでヒロインのスカーレットを演じたことで、その演技力と浅見光さんならではの魅力が高く評価され、同年9月24日付で雪組トップスターに就任しました。当時新人公演の主演経験がない男役がトップに就任するのは極めて異例ということで大きな話題になりました。浅見光さんが演じる男役はどれも神秘的で美しく、多くのファンを魅了し続けました。その後2006年12月24日公演の堕天使の涙、タランテラ、東京公演千秋楽をもって宝塚歌劇団を退団し、梅田芸術劇場へ所属を決めて舞台を中心に活動することとなりました。さてここからは坂本昌行さんと浅見光さんの馴れ初めから結婚までの一連の流れを見ていきましょう。坂本昌行さんと浅見光さんの馴れ初めは2018年11月5日、12月5日に公演されたミュージカル「トップハット」での共演がきっかけだったようです。「トップハット」はもともとイギリスの作品で、日本では宝塚歌劇団が初めて上演したということもあり、稽古では浅見光さんがたびたびアドバイスをしていたそうです。そして何よりお互いに大のミュージカル好きということで、すぐに距離が縮まったのか、交際が始まるのにそう多くの時間はかからなかったようです。また2019年9月に坂本昌行さんが左膝の前十字靭帯および半月板損傷による手術を受けた時にも、浅見光さんが献身的に支えていたそうで、栄養を考えた料理を作ったり、犬の散歩を変わったりしていたそうです。そんな浅見光さんは親しい友人に、頑張る彼を支えていきたいと本音を漏らしていたようです。2019年12月、坂本昌行さんと浅見光さんの熱愛が発覚しました。記事によると、2人は坂本昌行さんの愛犬であるマルチーズのペチョを仲良く散歩させる姿や、時間差で同じマンションから出てくる姿が目撃されたといいます。また2020年3月には仲睦まじく買い物する姿がキャッチされており、結婚間近と話題になりました。写真を見ると2人の姿はまるで長年連れ添った夫婦のようで、隠すことなく堂々と並んで歩く感じに好感が持てます。2021年12月30日坂本昌行さんと浅見光さんは所属事務所を通じて結婚したことを発表しました。12月30日に私どもは入籍いたしましたことをご報告させていただきます。人生のパートナーとしてお互いを思い支え合いながら、二人三脚でこれからの人生を歩んでまいります。日々状況が変わる中、お仕事をさせていただけることに感謝し、
また一日も早く穏やかな日常が訪れることを願っております。どうぞ今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。とコメントを発表しました。ジャニーズ事務所所属のアーティストとしては、2019年に48歳で結婚した時を城島茂さんを超えて、最年長での結婚ということで話題になりました。そして、世間は一気に祝福モードに包まれ、ツイッターでは、坂本くんがトレンド入りし、多くのコメントが寄せられました。坂本昌行さんと浅見光さんの子供について調査しました。結論から申しますと、2023年5月時点で子供がいるという情報はありません。坂本昌行さんは2023年で52歳、浅見光さんは51歳になるので、年齢的にもこれから子供を産むのは厳しいところではあります。一般的に35歳以上で妊娠出産することを高齢出産と言い、50歳以上の女性の妊娠出産は全体の 0.007% と少なく、自然妊娠する確率も20代女性の20分の1と低くなっています。しかし坂本昌行さんは過去のインタビューで、結婚ももちろんそうですけど、子供のことを考えますよね、周りの子供が大学生になったりどんどん大きくなったりしているので、みんなの子供を見ていると可愛いんですよ、と述べています。このように将来的に子供が欲しいというような発言をしていたため、まだ諦めていない可能性も十分にあります。芸能人の中には高齢出産を経験している方も多数おり、アメリカのシンガーソングライターであるジャネット・ジャクソンさんと衆議院議員の野田聖子さんは50歳で出産を経験しています。さらにラジオパーソナリティ、タレントとして活動する坂上美希さんは53歳で初の妊娠ということで、超高齢出産と話題になったことがありました。高齢出産は確かにリスクも大きいですが、一つの選択肢として考えられる方法です。坂本昌行さんと浅見光さんの離婚の噂について調べてみました。2023年12月現在、2人の間に離婚というワードは一度も出てきたことがないので、今でも夫婦仲は良好のようです。2人に関しては結婚する前に取られた買い物デートの時から熟年夫婦と呼ばれていたので、現在も互いに支え合い愛を育んでいることでしょう。坂本昌行さんと浅見光さんの出会いは舞台だったので、おそらくこの頃から互いにリスペクトできる部分があったからこそ結婚に結びついたのではないでしょうか。離婚の噂がないということは、今でもそのリスペクトする気持ちは変わっていないのでしょう。互いに仕事で忙しい日々を送っているようですが、2人の時間を大切に、これからも素敵な時間を共有していってほしいと思います。ところで坂本昌行さんといえば、過去に話題となった恋愛話があります。元モーニング娘。の初代リーダーの中澤裕子さんとの交際です。破局するまでいろいろな報道がありましたが、どんな報道があったのかまとめてみました。坂本昌行さんと中澤裕子さんの交際のきっかけになったのは、2001年に行われたミュージカル「フットルース」でした。制作発表ではツーショットで現れて、中澤裕子さんは坂本昌行さんのことを、無口なイメージで会うまでは怖かった、気さくな方でほっとしましたと話しました。一方坂本昌行さんは中澤裕子さんのことをイメージ通りでした、明るくてと話していました。報道陣から劇中の恋人同士の役がプライベートまで発展する可能性はと聞かれ、坂本昌行さんは、そればかりは僕も分かりません、この場で宣言するのもね、それよりもミュージカルを無事にこなすのが先ですと答えていました。当時モーニング娘。を卒業したばかりの中澤裕子さんとジャニーズアイドルの坂本昌行さんは、お互いグループのリーダーであるなど年齢が近いこともあって、2人はかなり注目されました。坂本昌行さんと中澤裕子さんの交際報道のいろいろをまとめました。 V6 が香港公演に行き、帰国してすぐに坂本昌行さんが中澤裕子さんに会いに行っていると東京スポーツが2002年に報道しました。2人はお酒が大好きで、何度も都内のダーツバーで目撃されるなど、いろいろな目撃情報もありました。フットルースで共演して4年後にもネットでスーパーで買い物している2人を見たなど、相変わらず目撃談が続きます。2007年お忍びで沖縄旅行していたとミクシーなどで目撃情報が流れ、
週刊女性にもこの沖縄旅行のことや、お互いにお揃いのリングをしているという噂が報道されるようになります。2008年、2009年もたびたび目撃情報が流れたり、週刊誌には交際から7年経つのに結婚しないのかなどの報道が流れたりしました。最終的に2010年初めには結婚説が強まることとなります。次は結婚報道かと思われていましたが、2010年も終わる頃破局報道が流れました。破局の理由は、坂本雅之さんの実家に中澤裕子さんが結婚の挨拶をしに行った時、中澤がモームス時代の暴露話なんかをして印象が悪くなり、結婚に反対されてしまったからだといいます。坂本雅之さんの親だけではなく、ジャニーズ事務所の上層部も坂本雅之さんの結婚をまだ認めていなかったようなのです。坂本雅之さんに関することで、2008年5月24日に珍事件が起きます。なんと坂本雅之さんの実家が空き巣被害に遭っていたことが分かったのです。現金約20万円が盗まれたといいます。都内にある坂本雅之さんの実家は青果店を営んでいます。警視庁が窃盗事件として捜査しており、近々には近所で空き巣被害が頻発していたそうです。事件が発覚したのは同月15日でした。坂本雅之さんのご両親が自宅を留守にした短い時間に被害に遭ったそうです。坂本雅之さんが所属するジャニーズ事務所では、捜査中につき詳しいことは申し上げられませんが、一刻も早く犯人が捕まり安全な生活ができることを望みますと話していました。その後事件が解決されたのかどうか分かっていません。いかがだったでしょうか。今回は坂本雅之さんと浅見光さんの馴れ初めや離婚の噂についてそれぞれまとめてみました。また坂本雅之さんの過去の話題についても取り上げました。中澤裕子さんとはゴールインとはならなかったものの、当時大変に話題となり周知のこととなっていました。浅見光さんさんとはミュージカルトップホットでの共演を機に意気投合した2人は、約2年半の交際を実らせ無事ゴールインとなったことが分かりました。現在も子供はいないようですが、付き合い始めた頃から変わらず互いに支え合い、順調に愛を育んでいるようです。今後も2人のさらなる活躍を願って温かく見守っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。